よね。ちょっと待ってね、ももちゃん。はい。食欲たっぷり女子やばい。すごい。やばい。タートル首のとこ濡れそうだけど大丈夫。あ、大丈夫です。今日もこれ洗うから。魚屋の娘が髪の毛を洗ってます。すごい衝撃レーズ。お父さんは家でカツオを洗い、娘はメキシコで髪の毛を洗う。あ、そうだ、ベタベル。ベタベル、ベタベル、そう、ビーツのこと。あ、いやいやいや、味付けてるですか今日は白身魚。うまそう。ちえちゃんはチャンネル登録したので。すごい楽しみ。ももちゃん、忘れていません。もっと終わる。とりあえずこれで、はい、その軽めに鍋軽めにレディーたち。何人分？きゅうりの何？素なもの。鍋物、ね、今入れる。ももちゃんのだよ。ふみちゃんご飯とお味噌汁食べたら。お味噌汁、あ、お味噌汁欲しいです。炊けてますか？はい。温野菜、きゅうりのお漬物、キャベツのお漬物。これとかで、なんか抜いて食べてんだけど。これのハンバーグを食べたら、その。コンプレアニオス。カタレア。ローラースケートをお父さんに買ってもらいました。あ、男の子です。ね。ジェームス。また若ぼれ。はい。今日は寿司体験。はい。はい。寿司体験です。はい。握るね。握るよ。揚げかとんぺ焼きです。はい。何握ってんの？若ぼれ。軍艦巻き。あ、若ぼれの軍艦巻きやね。はい。うん。やんちゃですね。やんちゃですか。はい、はい、そうなんです。そうなんです。とんぺ焼き、昼はとんぺ焼き、唐揚げ、握り、握り場所、握り握り場所、肉やばい、うん、寿司、あ、売り切れ、うん、今握るよ。あ、ガチ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 。ハンバーグ？かけた？すごい。あ、食べてください。ツナ、若漏れ、豚肉、ニンニク醤油炒め。これ何？はじめくん。味噌豚団子。あ、ゆでたやつね。いいんだよ、いつもね、分けて。ケーキ。マダガスカルのラブラドライトに下ホーベルのアンバーをつけました。そして黒の漆黒の黒オニキスも使いました。アンバーは下ホーベル3です。Happy birthday to you.
これ。あ、魔法のロスク。あ、消えない。消えない。語れや。アニマ。どこついた？アニマ。え、どういうこと？語れや。アニマ。アニマ。アニマ。バーターだろ、何をから。バーターから。アニマです。マイちゃんキャンドル使ってね。私消したのに。あれ？あれ？ええ。はい。ワン、ツー。え、何が？ワン、ツー、スリー。ハッピーバースデー、トゥーユー。ハッピーバースデー、トゥーユー。ハッピーバースデー、ディアカタレア。ハッピーバースデー。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Catalina. Happy birthday to you. Happy味噌汁。おいしたらダメ。白飯。楽しみ。サラダ。今日は陽一郎さんが食べてます。食べてます。散歩のついでに伺ったらケサディアが出てきたので、とても美味しいです。すごいコメント。うまそうに食うな。美味しそう。すごい。ちょこちょこ。すごい。うまい。肉が美味しいですよ。肉あ、肉肉食女子が今日も朝から肉を食べてます。魚屋の娘です。魚屋さんなんですか？そうなんです。あ、そうなんです。静岡に行った時は出て。あ、そうですか。静岡で会えた時。僕昔市場で働いたことあります。そうなの？大市場で。あ、そうなんですか？横浜の。あ、そうなんだ。そうです、そうです。すごい。電動車ってわかりますか？電動車？電動車ってなんか丸い感じの、なんかね、灯油かなんかで動く車みたいなのがあるんです、ちっちゃい。それで市場の中を配送してます。ああ、わかりました。うちにもあります。ありますか？はい。魚屋さんが買いに来るじゃないですか、基本的に。そういうところに、トラック、魚屋さんのトラックに、僕は電動車で来てて。え、そんなに何年かくらいだった？いや、そんなやってないです。1年ぐらいかな。バイトで？バイトで、バイトで。そういうバイトがあるんだ。あります、あります。まだね、僕中学生ぐらいだったんですよ。バブルの頃で、まあ、もうなんか金の卵みたいにすごいね、あのね、よくしてくれましたね。あれ、まだあのきつい、汚い、危険とかの時代だから。ああ、はい、そうそうそう、そういう仕事で若い子がね、そういう仕事をやらせていないから、ね、すごいよく知れました。一応なんか寒いし。寒いですね、むちゃくちゃ寒いですよ、冬とか。うん、濡れるし、ね、すっごい臭くなりますね、魚。うん、毎年白ガチやってました。私もいらっしゃいらっしゃい。あ、そうですか。アメ横で友達とかが働いてて、あの魚屋さんで、あの鮭あるよ、鮭あるよとかやってる友達とか、一緒にバンドやってる友達とかでいましたけどね。何なんでしょうね、魚屋の人でバンドやってる人めちゃめちゃ多い。ああ、でもあの声はね、あの声はもうなんかトランスみたいな感じですよね。うんね、うん、あの掛け声っていうかね。なるほど。取り続けてる。取り続けてますね。はい。あの、いや、いい部分はちょっと長く取ろうと思って。あ、なるほど。あの陽一郎さん、あの声めっちゃしっかり出すじゃないですか。そうですね。だからあの映像で見るとすごい分かりやすいんですよ。あ、そうなの。見てる人がね。あ、そうですか。うん。だからこれ結構価値ある映像なんですよ。価値ある映像なんですね。はい。なるほど。たけしさん。はい。肉めっちゃ。めっちゃうまいです。どうですか？めちゃめちゃいいです、今の。はい。そうです。声めっちゃ出てんの、すごい、貴重なんですよ。うん。本当にうまい。2枚目を、じゃあいただきましょうかね。
タネコは食ってるだけやのに思うねん。うまいな。陽一郎さんが帰りますっていうやつがあるんですけど、それ陽一郎さんが今から家帰るだけなんですけど、めっちゃウケてるんですよ。あのウケてるんですか。あの反応がめっちゃええし、あの再生回数も他のちゃんと凝って作ったやつより多いんですよ。なんで？だからあの帰るんですけど、ちゃんと今から私は家に帰りますので自宅へみたいな、なんかはっきりもう帰るよみたいな感じやからすごい面白いんですけど、見ます？見たい。じゃあ今日は陽一郎さんが朝ごはんを食べました。食べました。おいしい。ごちそうさまです。ごちそうさまです。鳴き声にも負けず